ジム・クレートンは19世紀のアメリカ合衆国で活躍していた野球選手。ニューヨーク生まれ。主なポジションは当手。右投げ。プロの規定がまだなかった1850から1860年代に密かに報酬をもらってプレーしていた一人で、一部資料では野球史における最初のプロ選手とされている。エクセルシアー・オブ・ブルックリンのユニフォームを着た。 クレートン1841年にニューヨークで生まれたが少年期のことはほとんどわかっていない。16歳の時にはすでにクリケットのルールをマスターしていたという。クレートンは近所の友人と共に1857年にヤングアメリカと呼ばれるジュニアの野球クラブを結成したが、このクラブは数試合を行った後すぐ解散する。 その後クレートンはブルックリンで活動していたナイアガラクラブに参加しチームの二類種となった。1859年ナイアガラクラブはブルックリンのスタークラブと野球の試合を行いクレートンは5回からリリーフとして登板したが彼の投げる球のあまりの速さにスタークラブの打者たちはクレートンが手首のスナップを使うなどの不正をしていると抗議した。 しかしこの試合の後すぐ、スタークラブは、クレイトンとチームメイトのジョージ・フランリーを、ナイアガラクラブから引き抜いた。翌1860年、クレイトンとフランリーは、スタークラブから離れ、ブルックリンでも著名なクラブだった、エクセルシアーに所属する。この二人の選手の遺跡については、当時ライバルだった、ブルックリンのアトランティッククラブに対抗するために、エクセルシアーが二人に内密に、 報酬を渡していたことによるものと考えられている。この年クレートンはエクセルシアーズのアメリカ各都市への巡業に参加し、投打に活躍を見せた。1860年11月8日の試合では、クレートンが登板し、記録に残っている野球の試合における最初の完封試合を達成した。またこの頃、エクセルシアーは野球の巡業試合を行う一方で、 クリケットの試合もこなしており、クレートンもイギリスからの遠征チームとの対戦などに参加している。クリケットの試合においても、クレートンは下手投げで投球していたそうである。1861年、クレートンはアメリカンクリケットクラブのチームメイトだったエーサ、ブレーナードと共にエクセルシアーのライバルであったアトランティッククラブの一員として試合に出たこともあった。 これも内密の報酬が絡んでいたと考えられている。野球におけるスター選手となりつつあったクレートンだが、1862年10月14日のエクセルシアートユニオンズ・オブ・モリサニアの試合中に悲劇が襲う。この試合はブレーナードが投手を務め、クレートンは野手として出場して4打席で4本の二塁打を放つ活躍をしていた。5打席目にクレートンは、 ホームランを放ったが、思い切りバットを振った時の衝撃で、内臓破裂を起こしてしまった。出血が止まらないまま、クレートンは4日後の10月18日に、わずか21歳と6ヶ月で他界した。ありがとうございます。